これはすごい大きなスーツを着てて、うん、で眼鏡かかってますね横に眼鏡ほらあっ本当だ胸にね、うん、顔にはかけてないんですけど眼鏡がポケットに刺さってるけどでももう絵のタッチがやっぱりすごい筆早い感じもしますけど、うんうん、でもすごい淡いんですよね、うん、なんだろう古い本を開いた感じ、うんうんうん、うん、スーツなんかすごい昔のなんか江戸時代のなんかこうお役人がかぶってるよう な, なんかこう帽子かぶってて後ろになんかこうバサバサっとなんか弓でも背負ってるような感じがする。ひげがあるよ、うん、この体のなんだろうふくよかさっていうかなんだろうふくよかともちょっと違うね。そうなんかこう下からの目線で見たぐらいこう、うん、上からこう見下ろされてる感じは、ちょっと顔がかなり上の方にあって小さいというか、うんうん、なので確かに下から見上げてるような、あ、こっちが、うんうんうん、あの見てる方が下から見上げてるような感じがしますね。これ下に書かれてるのってなんか 本みたいですよね。なんか本を積み重ねたみたいに見えるけど、うん、体の中が本になってる。あ、でこのスーツもなんかこう本開いたみたいな。あ、そうだね、本開いたような、真ん中が少しちょっとこう、うん、ね、真ん中のボタンの部分が本の軸みたいな、うんうん、七分袖、本当だ、ね、みたいな感じ見えます、うん、すごいな、このテクスチャーと。うん、なんか薄い墨汁か何かでさ、うん、さささってやった後になんか、うん、なんでしょうね、淡いですね、なんかね、うん、淡いんだけど、うん、なんかなんていうかね、わらばんしみたいな質感があるっていうか、うん、その体の部分の質感と外側の部分のタッチはまた全然違う。体の部分すごい割とこれ多分丁寧にね、うんうん、作られてるのかな、うんうんうん、外側は割とザザザザッと勢いで描いてるか、うん、顔なんかも本当にサササッと描いた感じ、うんうんうん、またこの人の目もいいですね。絶対悪いことしそうなんじゃない優しさを感じます、ね、なんか目は共通、うん、ちょっとそうだね、全く悲しい顔はしてないですね。そう、なんか悲しそうじゃない、うん、なんか右の方の目はなんかちょっとうつろな涙してるようにも、うん、さっきのもそうだけど、うん、結構やっぱこう絵の印象重いんですよね、全体的に、うん、ドーンってなんかこう重さがこっちにのしかかってくる感じがして、うん、それは眼差しの力もそうだし、うん、絵の全体のトーンというか、うん、この力強さと、うんうん、荒々しさと、うん、でもどっかで見たことある目なんだよなと思って、なんかあ、鹿とか動物の目ってこういう目してるなっていうか、うん、うん、焼き芋に見えてきた。あ、ね、あ、これ焼き芋っぽくない？焼き芋です、ね、これドーンと
これどころこう目があってほら、うん、焼き芋っぽくなってきた。さつまいも焼き芋のスーツ着てますね。なんかフランスパンにも見えてきますね。ああ。大根、うんうん、なんか不思議と滑らかなんですよね、うんうん、体の部分は、うんうんうん、で他の部分はちょっと年輪みたいな感じのところもあるし、うんうん、なんかちょっと 木の肌みたいなゴツゴツした感じがあるんですけど、うんうん、この服の部分はかなり柔らかい。筆のタッチが急に変わるっていうかね、うんうんうん、部分部分で全然全部違う。左側は本当筆でバッて描いたような、うんうんね、でも細い筆なのかなって、うんうんうん、でもスーツは焼き芋。スーツ大根、うん、大根となんかこの辺ごぼうにしか見えなくなってきた。ああね。髪がもしかしたらそんなに吸い込まない、うん、なんですか、水を吸い込まないやつなのか、ちょっとなんか墨汁みたいなのがこう溜まってテラッとしてる部分もあって、うんうん、なんかなのでなんかいろんなテクスチャーが本当にいっぱいあって、うんうん、あ、足だったんだこれ。本じゃなくて、え、足？あ、足組んでるの？うん。あ、なるほど。油かいてましたね。あー、そういうこと。うん。その足のこの折れ曲がりが俺本の角に見えて、あ、本が重なってるように見えてたんだけど、いや、なんかどこがこう下半身なのかなってずっと分かんない。足だ、うん、そう、なるほど。え、じゃあ画面の8割ぐらいが胴体ってことですかこれ。そうですね。で、下のちょっと、うん、ちょっとしたスペースに足が折れ曲がって入ってるみたいな。油を描いてる。なんか 手も見える。これも手？ここも手じゃないの？これ。あ、本当だ。ちょっと横に。あ、本当だ。手が見えてきた。手が見えてきた。ああ。油描いて。何をしようとしてるんだこの人。ねえ、なんかメガネとか印象的なグッズが、うん、帽子とかあるので、うん、何をしてる人なんだろうって思いますね。うんうん、でも足はさ、うん、ズボン履いてないんだよ。ハーパン？短パンなのかな？ハーフパンツなのかな？上はスーツっぽいですけど。うんうん、でもダンディーですよね。うん、なんか紳士的な感じが、うんうんうん、おしゃれなんだろうな、うんうん、なんかタバコを吸ってるようにも見える。うん、ね、うんうん、
おやってきたよってなんかこれ、ま、前歯だよね。前歯がなんか2本キラッとしてる、うん、ねえ、うん、なんか喋ってる感じがしますね、うん、もっとやってきたよって感じです、うん、ヴィンセントおじさんみたいな。ヴィンセント誰だよ誰外国人街からやってきたヴィンセントおじさん